一番かっこよだっけです。サブリジオさんです。お、どうもアルカディです。逃げなんてヘデマネどうもダスです。はい、ということでもうシンプル、もう一番かっこいい曲決めようやと。ポン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 、主曲のね、かっこいい曲好きですから、我ら3人は。ちょっと、え、どうなんですか。好きですよ。一人3曲ですね、珠玉のかっこいい曲を、選んでまいりましたので、1人が、審査員としてやってもらって、他の2人が曲を紹介すると、曲ずつ聴いてもらって、その2曲でどっちがかっこいいのかを審査員の人に判定してもらうと。かっこいいと、言われた方、まあ例としては僕がかっこいいよってなった場合は俺が残ります。で、負けた人が審査員に変わって、審査員だった人が曲を紹介してもらって、最終的に残った人が優勝という感じですね。今までの動画で紹介してきた曲は使えないと。そうですよね。あの、出すとくんは有利なんです。そう。じゃあ、やっていきましょう。やりましょう。わしこい。まずは、ジャッジ VS ダスト。はい。で、アルカリは審査員という形で、はい、僕がですね、持ってきたかっこいい曲で、1曲目は、クリーピーナッツのスポットライトという曲でございますね。アルシティさんと、DJ 松永さんが、2人組で組んでる、ヒップホップユニットという感じなんですけれども、アルシティさんはもう MC バトルで日本3連覇して、DJ 松永さんは、世界の DJ の、ね、大会でもう世界一になっているという、この2人は、ね、スキルをもうフルに使ってるような、もう楽曲震えましたね、聴いた時に。じゃあちょっと早速聴いてもらいますか。じゃあ僕が聴けばいいですね。はい、あ、この2人で聴いてもらうって感じ。あ、挑戦者の人も、ね、はい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 、一応ね、じゃあ聴きます。はい、聴きます。はい、聴き終わりましたよ。感じでございますね。やべえな、今ちょっと聴いてから少しこう飲まれた感あるわ。ちょっとラップっぽく言いましたね。ちょっと飲まれた感あるわ。ちょっと食らっちゃってんじゃん。ちょっと飲まれた感あるわ。はい、俺が紹介する曲は七尾あかりさんの Higher's High という曲ですね。ほう、疾走感のある、まあ、バンドサウンドのこうロックテイストの曲というか、アニメのタイアップ曲なんですけど、それのオープニングとすごい合ってて、こうかっこいいなっていうのと、女性が歌ってるけど自分としてはめっちゃかっこいいなって思えた曲なので、ちょっと聴いてもらいたいなと思います。はい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 、かっこいいな。正直めっちゃ難しいな。情報聞くのとかある？情報作曲してる人とか。スポットライトは詞は RCA さん、曲は DJ 松永さん。ちょっとね、情報そこへもね結構薄いんすよ。薄いのも問題だな。そこがすき焼きの刃感ない。バユタン星人ってこれ誰ですか。いろいろな曲を上げてる人かな。なるほどね。じゃあいいですか。はい、かっこよかったのはガッティで。よし、ありがとうございます。特徴的にはダスト君の紹介してくれた曲の方が好きだった。声とかはやっぱアルシティさんの方が渋くてかっこいいなっていうのもあったし、さっきその作詞作曲のところに行ったんですけど、はいはいはい、なんか自分たちで作ってたのがかっこいいなって思うのが少しあって、そのぐらい僅差でした、はいはいはい、そのぐらいでしか決めれなかった、はいはいはい、僕いきますか。じゃあ、はい、僕がかっこいいと思う曲、 BTS さんの ON という曲をオンセレクトさせていただきました。歌もすごいかっこいいし、メロディーもかっこいいし、ダンスとかもすげえかっこいいし、撮ってる場所がアメリカのダムだったから、なんかもうすごい壮大なんですよね。シンプルちょっと癖はある曲かなと思うんで、そこがちょっと問題ですね。そうですね。これが世界だ。いやー、ちょっと待って、これもむずくね。じゃあ決めました。お願いします。かっこよかったのはアルカディアです。おー、最後の方かにこう手ベアンって上げる時あって、はいはい、あの時めちゃくちゃ鳥肌立っちゃって、もうあそこからの一瞬さの重い音でずっとこう激しいダンスするあそこのシーンでちょっとやられましたね。僕が次に出す曲は、ウーバーワールドのアズワンという曲ですね。はい、これとは知ってますね。バッチリ知ってますね。ですよね。かっこいい曲ということでちょっと出させていただこうかなって感じで。まあでもこれはでもガッティ好きだからな。いやー、だからちょっとね。そうね。なるほど。めちゃくちゃかっこいいけどね。うーわーかーって感じ。決めました、はい、僕がかっこいいと思ったのは
ダサベンです。よっしゃ。チートっちゃチートというか。ウーバーワールドの音楽性めちゃくちゃ好きで、まあダサくん勝ちに出ましたね。なるほどね。はい。ちょっとずるいけどね。これはね。僕が選んできた曲はですね、スーパービーバーさんの突破口という曲でございます。スーパービーバーがこの突破口っていう曲を出す、この世界に生まれててよかったなって思いました。なるほど、はい、そういった曲でございますね。なるほど、はい、なるほど、ね、かっこよかったのは出すとかよ。マジかー。いやあのね、これはちょっと一つだけ言わせてもらっていいですか。ウーバーワールドずるくねえかどうせいい曲やなっていうのがちょっとこう出てきちゃったっていうのがあるかな。まあ、でもめっちゃかっこいいっすよ。いやこれだけはちょっとあのすいません、あのあれですからね、本当に、はい、やっぱり焼酎ですね。やっちまったか。勝負するしかないかなって感じなんですけど、音源だけどサウンドのかっこよさ、このかっこよさだけ勝負させていただきたいなという部分で、はい、レジブレイさんのダイバージェンスという曲を紹介させていただきたいなと思います。公式の MV がないっていう部分で僕は今まで紹介できてなかった、うん、まあ俺が紹介 してないビジュアル系の曲がなかったらぶっちぎりでかっこいいかなっていう、もうただそれだけだと思います、うん、って感じですね。なるほど。どうでしたろうな。決めました。はい、お願いします。決めました。僕がかっこいいと思ったのはダスブンです。マジか。アズワンちょっと強すぎるなーって感じですね。マジか。僕の選んできた最後の曲、はい、パスコードの It's You という曲でございます。見ていただくのはリリックビデオという感じで、僕が聴いた時はもうギターサウンドがもうめちゃくちゃかっこいいなっていう、もうその印象で信じた曲を持ってきたっていう感じなので、はい、パスコードをいつ言うと心中しようかなと。わかりました。いやもう顔が険しいですね。顔険しいな。険しい顔してるな。一番険しい。かっこよかったのはトッティです。よっしゃ。サビのメロディーがすごくかっこよかったので、あーなるほど、そこです。僕的に3曲目、自分としてのラストの曲って部分で、マグラグさんから新人生という曲を行かさせていただきます。曲がもう最初から思想がマックスめっちゃかっこよくて、サウンドもバチバチにかっこいいと。歌詞の内容がやっぱりちょっとかっこよすぎたなっていう、不器用な人間でもそれが僕らの個性っていう詩があるんですよ、うん、バチンと来てしまって、うん、歌い方もかっこいいんですよね、そこが。はい、といった感じでございます。なるほど。かっこよかったのはマッティです。よし。この曲はさっきのスーパービーバーと一緒でいい曲だなっていうところに行きましたね。もう決勝戦ですね。最後は、朝香さんという方の、Open Your Ears っていう曲ですね。ちょっと暗めな曲かなって自分としては思ってて、まあ、ちょっと逆にそのダークなかっこよさが、はい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 、かっこよかったのはカッティかな。よし、ありがとうございます。それで今回の優勝はパスコードの一位と。あ、そっか。はい、ありがとうございます。なんかもしさ、あの視聴者の皆さん全曲聴いてくれるか分かんないけどさ、うん、聞いたら聞いたで視聴者さんの1位も決めてほしい。そうです、ね、ああなるほど。私的にも僕的には、うん、これめっちゃ良かったなっていうのもしかしたらあれだったら欲しい、まあ、あとなんかそのテーマね、こ何々な曲、そうですね、もねやってほしいのあれば、まあ、いい曲、はいはい、確かにという感じで、はい、第1回かっこいい曲選手権終わりとなります。じゃあそこありがとうございました。